どうも、ヒデです。じゃあ今日からこの左手のボタンを使って伴奏の練習をしていきたいと思います。この左手のボタン、たくさんありますよね。僕のアコーディオンには全部で120個のボタンがあるんです。ブイ！いや、こんなに多くて覚えてらんないよ、どこに何のボタンがあるのか分かんないよって人も多いと思います。でも大丈夫、弾いてみるとこれ意外と簡単なんです。今出てるのがこのアコーディオンの左手のボタンの配列表です。この表はファイアーインスティテュートのホームページからダウンロードできるので、そこからダウンロードしてみてください。このボタン大きく分けて2種類あります。まず黄色いボタンです。このボタンがベースの音です。こういう低い音が出ます。そして外側の4列、これがコード、和音のボタンですね。こういう風に音が重なって聞こえてきます。そしてこのベースのボタンとコードのボタンをこういう風に組み合わせて伴奏を作っていくというわけです。今日はこの120個のボタンの中から使うボタンは6個だけです。6個だけだったら簡単にできそうですよね。それでは早速弾いていきましょう。左手の伴奏のポイント、どの音をすぐに見つける。まずアコーディオンを構えるとわかるんですけど、ここからだと自分のアコーディオンのボタン全く見えません。どこに何のボタンがあるのか、そんな時に最初に見つけるボタンがドの音です。内側から2列目の真ん中ら辺に少し表面がへこんだボタンがあります。このボタンをまず薬指で探し出して、アコーディオンを構えたらすぐにド、すぐにド、すぐにド、すぐにドを見つけられるようになれば、他の音もどこにあるのかすぐに分かるようになります。そうしたらその次に中指でこの一つ外側のボタンを押してみましょう。こういう音が鳴ります。これはドの一つ外側の音、Cメジャーのコードのボタンです。それではこのドのボタンとCメジャーのボタンを薬指と中指で交互に押してみてください。どうでしょう。楽譜の上の方に英語で C って書いてあるところは、このドのボタンと C メジャーのボタン、これを交互に押していきます。だんだん速くしていきましょう。できましたか。そうしたらその次にこの左手の形はそのままに、薬指と中指のボタンを一つずつ上にずらしてみてください。そうすると、おっと、ちょっと感じが変わりました。さっきのコードが C、そこから G のメジャーコードに移ったんですね。そしてここでもまた同じ動きをします。今度は C から一つ下がってみます。これは F メジャーコードですね。また同じ動きをします。はい、ではこれを同様雪の中ではどういうふうに左手を弾いていけばいいのか、やってみたいと思います。 C
C と書いてあるところ、G と書いてあるところ、F と書いてあるところに注意して見てみてください。それでは皆さんもこの楽譜を見ながら練習してみてください。それでは今日はこの辺で。また来週。